後ろを見るな。うちの会社の部長、若い頃林業やってたんだって。正直林業なるものがよくわからないんだけど、山で木材を調達するって感じかな。山の中の作業で使い走りみたいな仕事をしていたらしいんだけど、徒歩で山を越えた作業場から2、3時間かけて、山の入り口にある詰所、これは現場監督とか正社員がいる場所みたい、そこまで往復することになったんだって。その時に木こりみたいなおっさんたちに散々脅かされたっていう怪談を聞いた。新人のあんちゃんこ、鬼太郎のちゃんちゃんこのダジャレらしいが、山から降りて詰所まで行くことになった。親方がそいつに、もしかすると山のいたずら好きな妖怪が後をつけてくるかもしれないぞって言った。ビビったあんちゃんこは、勘弁してくださいよと泣きを入れた。はじめは面白がってあれこれ怖い話をかましていた木こりたちも、腰が抜けてしまった新人くんを送り出すために最後は励ますことになった。木こりのおっさんたちも自分が代わりに行くことは嫌だったんだろう。妖怪が後をつけてきても、決して後ろを見るな。最後まで後ろを見なければお前の勝ちだ。あいつらも諦めるからな。なんとか出発した新人くん、すっかりビビりながら歩いていた。ああ、妖怪出てこないでくれ必死にお願いしながらね。しばらくして気がついてしまったんだが、誰か後ろをついてきている感じがし始めた。首に力を込めて、絶対に後ろは見ないぞって念じながら歩いていると、そのうち気配が自分の横に迫ってくる。右へ回ってきたので、ちょい首を左に向けていると、今度は左の方へ来る。うわぁ、見せようとしてるんだ。新人くんは、それでも前方にしっかり首の力を込めて、両脇と後方は、視界に入らないように頑張っていた。頑張っているんだけど、人間、そう前方だけに視界を限定できるもんじゃない。そのうちに、横に回った気配が見えそうになるんだけど、その度に右、左、と少しずつ首を動かして、かろうじて視界に入れるのを防いでいた。そうすると新人くんの耳元で、カチッとかカポッという小さな音が聞こえる。何なんだろうって思っていた新人くんだったが、ある瞬間にふっと気がついてしまったんだ。自分の顔の横に来たとき、口を開けていたそいつは、俺が反対を向いたときに
口を閉じているんじゃないか？カチッっていう音は、奴の歯の音じゃないか？そう考えると、顔の横に、そいつの生温かい息まで感じるようになったらしい。ついに限界に来てしまった新人くんは、目を閉じて駆け出してしまった。すると、そいつの気配は後ろの方に置いていかれたようだった。やった！とばかりに駆け出した新人くんは、ぎゅっと目をつぶったまま走っていたんだけど、バーンと、ものすごい衝撃を顔に受けて目を開いた。おっと気がつくと、目の前に看板が立っている。そこには、真っ赤なペンキで、ぶっとい矢印が、上、と書かれていた。思わず、上を見上げた新人くん。真後ろに立った大木の枝が自分の上を覆っている。その枝のさらに上から、葉っぱをかき分けるようにして、覗き込んでいる真っ白な顔の女が、大きな赤い口を、パッカパッカ、開けたり閉じたりしていたそうだ。カチッ、カポッって音がしっかり聞こえたって。まあ、子供相手の古典的な怪談なんだけど、部長の一言が嫌なんだよな。結構怖がる割に、人って怪談が好きだろ？みんなバカにして聞いてるんだけど、なんかの拍子に昔聞いた怪談をふっと思い出す時があるんだよな。そういう時って瞬く間に思い出すからさ。お前らも酔っ払って深夜に帰る時に思い出すかもしれないぞ。俺、いつも団地を抜けて帰るんだけど、深夜バスが着いて団地を抜けているときに、後ろを振り返るのがたまらなく嫌になるときがある。部長の話を思い出して、さらに話が膨らんできてね。三階建ての団地の屋上から、真っ白な顔の女が、俺を見下ろしていたらどうしようかって妄想が。いや、聞かなきゃよかったですよ、部長。ばあちゃんの怖い話。絶対にばあちゃんが教えてくれなかった怖い話。俺は怖い話が好きで、よく、ねえばあちゃん、怖い話をしてよって子供の頃しょっちゅう言っていた。ばあちゃんがまた話が上手くて、たくさんの怖い話をしてくれた。ある時俺が、ばあちゃんが知っている中で一番怖い話を教えてって言ったら、それはダメって言われた。母、怖がらせようとしているんだなって思ってしつこくねだっていたら、話したくないことだってあるんだよって怒鳴られてしまった。ばあちゃんが怒鳴ることなんかほとんどなかったから、俺ちょっとビビっちゃって、そのままになっていたんだ。で、ついこの前、ばあちゃんがふと、怖い話をしてやろうかって
ぼそっと言ったんだよ。俺のばあちゃんは昔、ホテルの支配人をやっていたんだ。そのホテル、火災に遭ってしまったんだけど、火災の前夜に夜のシフトが入っていて、ばあちゃんと三人の男の人がフロントで話をしていたら、キーっていうドアが開く音を聞いたんだって。でもそれは音だけで、ドアも開いていなければ人もいない。しょうがないから三人が見回りに行って、ばあちゃん一人がフロントに残されたんだ。ばあちゃんは怖がるようなたちではないし、霊感とかそういうのもないけど、勘が恐ろしく優れている。ばあちゃんはなんとなく違和感を感じていたそうだ。しばらくフロントで仕事をしていると、あることに気がついた。そのホテルのロビーにはソファーが置いてあるんだけど、ばあちゃんに背中を向けるようにソファーに腰掛けている女性がいたんだ。背の低い女性だった。少し頭がちょこっと見えるくらいの背丈だったらしい。女性の髪型について書くのは難しいんだけど、ロングヘアでサイドに二つ持ち上げたみたいな感じ。ただ髪の毛には白髪が混じっており、首元は皮がたるんでいるような感じで、子供のような老人のような女性、ばあちゃんはそう言っていた。その女性が振り向いてくるんじゃないかと思い、怖くて声をかけることができなかったって言うんだ。黙ってどこを見ているのか。そんなことを考えたら怖くて逃げ出したくなった。でも逃げるわけにはいかないんで、仕方なくばあちゃんは仕事を続けていた。足らないの。これじゃあ足らないの。足らないの。女性はしわがれた声でボソボソとそんなことをつぶやきながら何かを書いているように見えた。そこにあの三人が何事もなかったと帰ってきた。ばあちゃんは胸をなで下ろし、あの奇妙な女性のことを告げようとした。ねえ、あの人変じゃない？あれ？女性は本当に忽然と姿を消していた。ばあちゃんが、おかしいわね、と言いながらソファーを見てみると、そこには小さな紙切れが置いてあったそうだ。紙切れに書いてあるのは、いくつもの数字と、ぐるぐると赤鉛筆で囲まれた丸。それは全くデタラメな数字の羅列に見えた。その後のことだ。ホテルで火災が発生した。ばあちゃんはここをあまり語ろうとはしない。泊まり客が火災に気がついた時には、すでに避難が困難を極める状態であったというから、相当火の回りが早かったんだろう。ばあちゃんは正義感から、消防団員に止められながらも泊まり客の救助をしようと、燃え盛る建物に無理やり入っていったらしい。燃える建物。ガスや熱で窓から飛び降りてしまう人たち。
そんな光景を見て、ばあちゃんはこの事件については語ろうとしないのだと思っていた。でも、ばあちゃんがこの事件について語ろうとしないのは、それだけではなかった。ばあちゃんは、燃え盛る建物を前に、何もできなかったことを悔やみ、火災で亡くなった方のお葬式に参列をした。ある時ばあちゃんは、あの紙切れのことを思い出した。あれは一体何だったんだろう。ばあちゃんは並んだ数字を囲んでいる円を見てはっと気がついた。それぞれ囲まれた数字が犠牲者を出した部屋の番号であること。921-910-822-922-923-845といった具合にだ。実は俺、その紙切れ見せてもらったんだ。本当に普通の紙切れなんだけど、ゾッとしたよ。異様なまでにぐるぐると赤鉛筆で囲まれた円とか。ばあちゃんはその紙をパッと化粧台の下に入れた。俺もそれ以上は詮索はしないが、ばあちゃんにはまだ何かがあるんじゃないかと思うんだ。